レッツの妨害したヤンカスさん NY で英雄になっている模様。ムーキーを妨害したファン、オースティン・カポビアンコ中央を紹介しよう。地元のバーで彼と話していると、他のファンたちが一緒に写真を撮ったりサインをもらったりするよう頼んできた。彼は素晴らしい人だった。ESPN で近日中に記事が掲載される。もし私たちの地域で起こったら、私たちは D をやるつもりだ。さすがヤンカスやわ。ロエ本場はいろいろすごいな。ボコボコに叩かれてるかと思いきやまさかの英雄扱いかよ。一躍有名人やな炎上商法が一番手っ取り早いからな。SNS とかではさすがに叩かれてるで過激派ファンにとっては叩かれれば叩かれるほど燃えるんやろうけど。でもこいつらもうできんやろ。なんとできんになってなくて明日も観戦予定らしいで。は？そんなんありかよ。さすが大正義ヤンキースやでベッツボコボコに打ってくれよ。